行って確かめるしかないだろうな。お前の故郷は？ずっと東よ。モルガナの覚悟はいい？まったく魔女使いのはい。消えない傷を刻んで待てろ。リータルスピード。そこだ。射程距離。やれやれ。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。ここいらじゃマイナーなもんだな。そういえばベルベットはなんで監獄島に入れられてたんだろうな。それは監獄島の囚人の汚れをカノ主に送るためだよね。だが暴れ村も地脈点なんだろう。そこに配置すれば手っ取り早いだろうに。餌がなかったからじゃろ。ベルベットは村人を全員食い殺したと言っとったからの。あの話は事実ということですか。わしは知らんよ。アイゼンのコインで占ってみ。だからそれでは別の理由も考えられる。
ベルベットがアルトリウスが初めて捕らえたクーマだったとすれば、まさか古文書の情報を確認するために。そうだ、アルトリウスは地脈点と汚れが揃った監獄島に特別棒を作り、ベルベットを使ってクーマの実態を確かめたのかもしれん。なるほど、同志の立場としてはあり得るな。でも家族を実験台にするなんて。推測に過ぎん。だが弟を生贄にする男は妹にも手加減はしないだろう。なんでそんなことができるのかな。そうまでして救いたい世界があるからか、そうまでしないと救えない世界があるから。今度の地脈点にも遺跡あるかな。パラミデスの海底聖殿やイボルクの地底聖殿みたいなものを想像しているのなら期待外れだと思いますよ。エレノーは行ったことがあるの？いえ、でも聖領の資料でそのような遺跡の情報を見た記憶がないものですから。イーストガンドは長らく辺境の地で文明があまり発達しなかったんですよ。しかも大地の東方は地盤が不安定で大きな建造物を建立するのが難しいそうです。聖殿があったとしても人が去って埋もれたり地殻変動で崩壊している可能性が高いだろう。今でこそカノヌシ信仰は盛んだが、数年前までは聖司教自体が消えそうだったほどだからな。そうだね。けど今後遺跡調査が進めばとんでもない遺跡が見つかるかもしれないぜ。地底と海底と来たから空中聖殿とかな。空中聖殿、夢はありますけど、いくら古代の文明が発達していたといっても。さすがに空飛ぶ聖殿は無理か。いやいや、夢のようじゃが聖殿が空を飛んでも亀が腹筋してもおかしくはないぞよ。夢と現実の境界なぞ所詮曖昧なものなのじゃから。それはお前が寝ぼけてるからじゃないのか。かもの。片付いたな。行くわ。
決着です。覚悟はいい？よろしくだ！クマイシュー！ゾウギンタク！そのね！ジバルド！よろしくだ！クマイシュー！アクマ効果陣！カゲスバル！そのね！スカーレットレッチ！クマイシュー！そのね！ジバルドレッチ！捉えられない！固めかねろ！バカな。
足を上げろ。光り、集いて癒せ。エナーデッコー。逆そんな。バカな。そんな。バカな。よくやった光、すごいて癒せ。絶望よ、転じてつなぎ、のろしを上げろ。エイ、絶望。絶望よ、転じてつなぎ、のろしを上げろ。ほらよ、絶望よ、転じてつなぎ、のろしを上げろ。やばいか、蹂躙しろ、ウィンドランス。そんな、バカな。
つなぎ呪しを。上げろ。屈辱。そこだ。食らい尽くせ。とどめ。スカーレットエッジ。そこだ。食らい尽くせ。必ず。追撃。ガンザンメッサイジン。とどめ。スカーレットエッジ。そこだ。食らい尽くせ。逃がせよ。そこだ。食らい尽くせ。とどめ。スカーレットエッジ。そこだ。食らい尽くせ。とどめ。スカーレットエッジ。を上げろ。遅いわ。痛みはなくて越したことだ。はいか。ほらよ。絶望よ転じてつなぎ呪しを上げろ。守れ空飛び。全身ガンド。レイズゼット。ゲルアルフォーバー。解いて癒せ。王の衣を幻惑しろ。貫け！熱光人！根光人！ここだ！熱光人！根光人！とどめ！